さんどうもこんにちは。ちょっと風もだいぶ良くなったんで、今日もやっていきましょう。今日吸っていこうと思うのは JT から出てるこのバイオレットっていうタバコですね。僕普段若葉吸ってるんですけど、このバイオレットは本当好きで結構買いますね。ちょっとタバコ屋さん、タバコ専門店じゃないと売ってないんですけど、こっちだと北海道だとバイオレットって売ってないんで、沖縄限定の通常だったタバコなんですけど、タバコ専門店だとまあ置いてあるというわけで、まあどうだろう、街すすきのとかに行った時によく買いますかね。はい、味的にはどうだろう、若葉とも違うんですけど、全然すごいざっくり言うと甘い若葉って感じですね。若葉はそんな甘みとかは感じないというか、ゆっくりすれば若葉もその美味しいんですけど、甘みがあって、ただその自然な甘みっていうよりは香料からの甘みをよく感じるタバコですね。長さ的にはこう若葉と対して変わんないような感じで、フィルターの長さも若葉チックですね。ただこっちチャコールフィルターになったのかな、なってんのかな。でバイオレットっていう文字がここに印字されてるんですけど、なんかその感じからちょっとホープがすごい長くなったみたいな感じはありますけど、まあとりあえず匂いも香料がついてていい匂いがします。甘い感じの、でもそんなくどくないような、ただやっぱいかんせん風邪の治りかけなんで、鼻がやっぱ効かないですね。あともともと鼻が弱いんで、匂いに関してはちょっとざっくりとしてる感じです。とりあえず火つけます。味も他の普通に売ってる JT から出てるようなタバコにはない感じで、これもまたこれでオンリーワンな感じしますね。すごく美味しいですね。値段も安いですしね、タバコ屋の人もこれよく買うって言ってました。普段吸ってるのがこれだって言ってましたね。ちなみにタワル17のニコチン 1.2、 僕は普通な感じなんですけど、まあちょっと高いと思う人もいるかもしれないですね。ただ全然きついなって感じはしないですね。若葉吸い慣れてるせいか、ちょっとゆっくり優しく吸ってみますね。ふかした時もすごい甘い感じで、どうしてもやっぱりもう排気扇しちゃってるんで、もう癖っていうか、こうもうタバコ火つけたらもう肺に入れてバーって煙出すっていうのがもう常なんで、ふかした時にやっぱり芯の味が分かるっていう感じはしますけどね。うんちくタレタバコ好きとしては、美味しいですね。とりあえず散髪をしました。ちょっとお坊ちゃま風になっちゃったんですけど、まあこれはこれで、まあ、いいかなっていう感じで、どうせね髪なんて生えてくるんで、別にね失敗したとは思ってないですけど、なかなか、この顔だったらどうせどんな髪型だろうと大して変わんないっていうところはありますね。美容室だ、高校、それこそ高校生の時とかは3000円も4000円もする美容室で
パーマかけたりとかもしてましたけども、大学に、あ、違うな、高校生の時に初めて友達があの3級カットで髪切ってるって言ってて、え、どうなのって、あの安いけどどうせ下手なんでしょみたいな感じが、最初は偏見があったんですけど、いや普通だよ行ってみればって言われたんで、それで初めて行ったんですよね。でそしたらまあ意外にも普通で、頭洗ってくれないですけど、まあ、そっからずっと3級カット行ってたんですけど、まあ、僕が通ってる近くの通ってた3級カット、切ってくれる人にやっぱ波がばらつきがあったんで、それでやめて近くにあるプラージュっていうあの床屋、僕の家の近くのプラージュは、なんかこう、なんていうんですかね、ちょっとかっこいいお兄さん方がいるような感じで、で切るのもすごい上手いんで、であそこシャンプーもひげ剃りもしてくれて、で1600いくらですか、割とあのコストパフォーマンスがいいなってことで、最近はもっぱらプラージュですね。まあ3000、4000円出す美容室のことを否定はするつもりないですけど、まあですね、この顔だったら4000かけても1000円だろうと2000だろうと、まあ、変わんないという感じで、まあ僕はプラージュに行ってますね、髪切るのは。まあただやっぱり店員さんが何人もいて、この人の この切り方がいいんだけどっていうような風に思っても、別にその日の、流れというかそういうのに従わざるを得ないんで、なかなかまあそこはありますけど、まあこだわらない人は結構そういう感じでいいんじゃないですかね。まあ美容室だったら指名とか、いつも切ってくれる店員さんに切ってもらえるっていうメリットもありますけどね。うん、そんなとこでしょうか。まあお金ね、結局僕スーツ着る、こういう普段これ仕事帰りなんですけど、ワイシャツにネクタイ締めてスーツ着て行くスタイルなんで、もう要するにこれがこれを着てる時間の方が圧倒的に長いんで、もう私服もうほんと最近買わなくなったし、そういうまあ身なりある程度気にしないといけないんですけど、そういうものにやっぱりお金をかけづらいというか、かけなくなってきますね。どうでしょう皆さん。まあ僕、まあそんなお金もないんであれですけど、そういうのにやっぱかけなくなっていきますね。結局スーツ1着安いのでも1万円で、靴壊れた、革靴壊れたってなってもだいたい 3,4,000 円、安いのでも、まあ、なんか壊れてくとやっぱりね痛い出費なんですよね。そんなことをやってるとやっぱり私服を買おうって、まあ着る機会もないですしね、やっぱ減って、大学生の頃と比べるとやっぱ人通り減るんで、やっぱりお金かけなくなりますね。でこの前の動画でまだコメントを返せてないんですが、多趣味そうですねって、お会いしたいですっていうコメントくださった方がいるんですけど、趣味はパソコンで YouTube 見るのと、あとなんだ、まあ服も好きでしたけどね、ファッションっていうかそういうのも好きだったんですけど、今あんまり買わないですね。まああとタバコ、あとなんだ、あとまあ高校生の時ちょっとバンドやってたんで、バンドというか音楽聴くのは好きですけど、まあでも家で聴くことの方が圧倒的に多いですね。車ではもう音楽は流すことはあんまりないかな。あんまり、まあ、CD カーステンの中に突っ込んで未だに CD で聴いてますけど、まあ、それのみを聴くっていう感じで、まああとエレキ、まあエレキも最近はアンプにつなぐこともないかな。まあこうやって
ソーラーに置いといて手元にあのいつも触れる状態にして、まあこうやっていじるぐらい、そのぐらいかな。あとはなんだろう、趣味と言える趣味が他に、まあアニメ、あそう、高校生とか大学生の頃はアニメめちゃめちゃ好きで、深夜アニメっていうんですかね、まあ鈴宮春日を筆頭に、最初見たのはアニメなんだろう、クラナドかな、高校中学生の時に友達におすすめされて見たのがクラナドかな、クラナドを見てからそういうアニメにハマったんだな、はい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 、そうだそうだ、そういうアニメにハマってって、春日も好きだし、軽音なんてリアルタイムで見てましたし、そうですね、アニメも好きですよ。ただ最近やっぱ見る機会ないですね。バイトやってた頃は、大学生の頃はよく見てたけど、今ほんと見てないな。大学生の頃なんてあの春のアニメ、夏季アニメだな、春夏夏季アニメだ、秋のやつだってチェックしてましたけど、今はほんと見てないな。あ、もう11分か、長くなったな。そうですね、そのぐらいかな趣味。他になかったかな。 あと風俗、風俗は割と好きで、まあ、お金さえあればもっと行くんですが、そんなに、まあやっぱお金がないんでそんな行けないんですけど、風俗も好きですね。キャバクラよりよか風俗、まあでもそのニーズなんだよな、その日の気分っていうか、今日はなんて言うんだろうな、その性的なサービスよか、会話がしたいっていう日は、まあ、キャバクラでもいいんですけど、そう、一時期ハマりすぎてっていうか、お酒飲まないで行ってましたね、仕事の帰りに。普通酒入った状態で行くと思うんですけど、そういう店って酒を飲まないで行くっていう、シラフの状態で行くっていう。で、わざわざこの格好で帰りがけによるんだったまだしも、一回家に帰ってきてわざわざ着替えて髪も洗って再制圧した後に行くっていう、そういう不審がられましたね。仕事の帰りですかって、あ、そうです、でもあれ私服なんですか、いやスーツです、じゃあ家に今日休みですかみたいな、いや家にわざわざ帰ってこうでこうやって来ましたと、でお酒飲んでないんで車で来てますっていうこと言ったら、やっぱ なんだこいつっていう目では見られましたね。不審がられる感じですね。まあ、そんなやつあんまいないと思うんで、シラフの状態でわざわざ仕事帰りに一回家に帰ってまで来るやつ、まあ、それ気持ち悪いですよね。まあそんな感じで行ったこともありますしね、キャバクラとか。そんな感じかな。他に趣味あったかな。趣味。多趣味って言われるほど趣味がないな。スポーツも別に好きじゃないし、スポーツ見るのも別に好きじゃないし、テレビあるんですけど、そこにテレビつけないですね。バラエティ番組とか本当はダメなんでしょうけど、 YouTube に違法でアップロードされるじゃないですか。そういうのをまあ割れっていうのかな、そういうの、まあそういうのを見たりしますけどね。 YouTube に上がってるじゃないですか、テレビのやつ。そういうのを見たりしますけど、なんかリアルタイムでテレビつけたりもしないですね。あとお酒も別に好きじゃないというか、飲めるんですけど別に家で晩酌するっていうような、お酒常に毎日飲みますっていうような習慣はないですね。まあそういう付き合いがある時のみ
別にまあ弱い強くもないですけど、別に激弱でもない、ただの普通の人ですね。別にお酒が趣味ってわけでもないですね。あとなんだ、趣味思いつかないです。こんなところでしょうか。今日はこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。バイオレット、これうまいです。見つけたらぜひどうぞ買ってみてください。てな感じでこの辺で終わりたいと思います。失礼します。